案内所。案内所。かわいいよ、ほら。これ？これ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 ？これ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 ？あ、そう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 。川越100周年。テレテテテレテテ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 テブブブディ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 。八幡神社到着でーす。おお、暑い。綺麗だね、まだ。すごい綺麗。まだ全然すごい綺麗。散歩さんじゃない、あれあれ散歩さんだべ、散歩さんだ、ほら散歩さん。くぐります。じゃあ違うんじゃないか。あれ合ってないよ。あら。だ全然できてないじゃん。こういうやり方書いてあるんだよ。ほら。書いてあるのにここに。あ、書いてある。そうそう、お参りだといいんだよ。入ればいいんだよ。入れば。大丈夫大丈夫。うん、入れて、はい、で3つだけ持って、ほんでこっち側に出て、色？はい、1投目。残念。はい、次。で、入らなかったでしょ？全部。あ、ダメ、それずるしちゃいけないの。実は、アウト。1万円札もやるのすごいわね。一万円札、ベニヤ、ベニヤ、ベニヤ、ちょっと当ててね。ベニヤ洗弁天でね、そんな一万札。これだって、これでこれで。これだってこうやってやってるよ、みんな。やってもやっても、ジャブジャブつけてもいいんだって、ざること。うん、ジャブジャブつけちゃいなさいよ。流すなよ。はい。オッケー。じゃあちょっと私の200円も。え、自分でやだ。1万円札持って何やってんの？洗ったんだよ。うん、そうそう、銭洗い弁天で洗った1万円札でしょ？乾かない。乾くまで待つわけじゃないからさ、行くよ。ではトルコビールをテイクアウトしたので乾杯しましょう。乾杯。あれ？え、高田純次。うん、わかる？
え、わかる？これあのアナウンサーでしょ。あ、天気 お兄さんだっけ、なんだっけ。見て見て、金運、将来ほら金運ピカピカだよこれ。いや金運あるからいいよ。いやいや、すごいじゃんほら。買うか、買うか、さらに買うか。マジ？いいね、買って。テレビでだるまに似てるじゃんほら、散歩さんそっくりだよ。これは、みんなこれもそっくり。お化けが聞いた。うえっ、うえっ。一人旅みたいになってるよ。森塩体験だって。やってみて。ね、これ慣れてる。絶対下手くそ下手くそ。慣れてる。いやいや慣れてない、慣れてない。行くよ。ストップ。いいよ。ああ、生きたかな。一応できたね。違いでも本当の森塩もっとでかいんだよ。川越に散歩三人衆発見しました。似てるわ。押すなよ押すなよ押すなよ、じゃないぞ。押すな、押すな、落ちるんだよ。あ、人面魚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 だよ。全然無理だよ、ほら。この指には勝てないんだよ、この大きさには。カメレオン、ほら。あ、無理だった。乗りません。あー。散歩さんの指、お太いから大丈夫だ。あ、やめた。ニキさんはレモンサワー。はい。はい。乾杯。乾杯しないかい。おお、中華料理屋入ってこう見ろが豆腐。三秒、三秒ルールダメ。三秒じゃないもんね。もう落ちてどんぐらい取ったんだよ。ダメ。ダメですね。ポイしてください。ごめんなさい。もも黒も来てる。やばいな。何やったんですか。V6 の松本さん。かき声ラーメン。うまい。かき声ラーメン。かき声ラーメン、芋が入ってんね、芋が。ほら。食べてる、はい。食べるよ。うまい、うまい。うんうん。芋みたい顔して。芋だらけ。食べてみな。暑いのか、うん、よかったよかった。